務上長と責任取締役みたいな。え、前なんです。あんまりいいよ。自分史上最もお気に入りの変顔は何ですか。うちら変顔製造工場の工場長と責任取締役みたいな。そうそうそう。だからこれっていうのはないんだけど、強いて言うんだったら今日のお気に入りの変顔はこれかも。はい、いいよ。あ、ありがとう。次です。やるか。簡単とこす。これかな。うん、次。YouTube 今まで誰も登録してなかったのに初めて登録したよ。すごいと思うこれ。こんぐらいありがとう。かまじいじゃんもう体勢が。ありがとう。ハヤシライスだったら超美味しいハヤシライス作れる。マジですか。うん、食べたいです。うん。いつか。うん、もう作っちゃってもいいけど。最近ハマってるんですかこの顔。どう。どの顔だっけ。言われたらできなくなっちゃいます、ね。言われたらできなくなる。なんか。あ、こうか。動画とかで、うん、全然違います。違う。変顔しちゃうけど。変顔します。笑わせようと思ってなくない。なんなら照れ隠しなとこがあります。うん、そう。あ、やばい、滑った。うちもそうなの、マジで。今までさ、じゃあ20年一緒にいるじゃん、うん、お互いに見せたことない変顔ってことはもうないじゃん。見たことないってさせた方が勝てない。オッケーオッケー。ある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 。ありますあります。2011年9月20日。確かにあの日だ。あるあるよね。あるよね。やったことあるの。うちも。あ、って言われて一番一軍どれ。え、一軍。え、てかさ、ごめんね、話がさ、3点2点3点すんだけど。3点からいくタイプ。3点2点すんだけど。うちこの間なんかそこで写真撮ってて、普通にゴリゴリここに心霊写真写ったの。この部屋で。ガチなの。ガチなの。でもうちその写真保存しなかったから、うん、あのインスタでなんか質問返しみたいなちょっとやってて、うん、この辺でこんな変な顔のエフェクトつけて撮ってて、うん、ここになんか男の人みたいなのが映っちゃったんだけど、うん、もうそれスタンプで隠して投稿した。やば。同情したりするともうアウトらしい。あ、ダメなんだ。え、ガチで言っとくけど同情はしないよ。うちを呪い殺すとかしてもいいよ、うん、じゃあ、うん、うちその代わり殺された暁には死の世界で死ぬよりひどい目に遭わせるからねって言いたい。うちは覚えてるよって思わない。え、なんかさ、うちらをさ怖がらせたりするやつはさ、マジあっち行ったらいじめてやろうぜ。え、ガチでいじめる。うちもいじめるところの騒ぎじゃないから、本当にえぐいことするからね。こんな感じで唐揚げ粉を適当に入れて、あんまりあのあんまりあのべちょべちょにならないぐらい。肉に粉がめっちゃついてんなっていう。これがね、水が多すぎたりするとついてないのよ、粉が。肉自体にさ、うん、ほらついてるでしょ今。うん、ついてる。しっかり周りにね、絡んでまとって、うんうん、そう、水っぽいとやっぱりほら、剥がれちゃうから。うんうんうん、そうそうそう、オータムウィンターだ、唐揚げの。そうそう、ね、羽織ってちゃんと。そう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 、うんうん、油の量は、はい、あのね、こんぐらいでいい。こんぐらいの高さね。高さね。1センチ、まあこんぐらいかな。ぐらい、こんなにないか、こんぐらいだな、うん、じゃあそれ皆さん、ね、次回ノートに書いててくださいね。そう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 、うん、の方が、ちゃんとしっかり中まで。まあ楽しみ、唐揚げ。ね、唐揚げ楽しみ。そう。大丈夫。うん、大丈夫。2020年、はい、ありがとう。
ろあったけど、うん、うん、来年も幸せそうだね。昨日さ、なんか小顔矯正みたいなさ、すっごい痛いマッサージをしてもらったの。じゃ顔が筋肉痛でさ、なんかこれよりさ、顔上に上げるとビクビクするの。だからうち今日なんか笑顔あれかも、キモいかも。あーって感じ。上がんないの。聞いてますか、お客様。え、何ですか。あなたに言ってたんですけど。そうなんですか。はい。分かりづらいんでやめてもらっていいですか。すいません。超痛くてさ、筋肉痛なんですよ。すいません。やばい笑顔になっちゃうんですけど。今日の主役はリホさんなので。自分で切れました。はい、それではご登場いただきましょう。あー、ちょっと違いますね。ごめんなさい。いや、もうなんて、スタッフさんも吹き出してるもんね。違いますか、そんなに。そんなに面白いですか。うん、なんだろうね、この感じは。すごく嫌だ。すごく嫌だ。睨んだことある人は。なんか睨めなさそう、優しいかなって思って。なんか誰が一番睨み怖い、怖いじゃん。ちょっと笑っちゃうな。おー、いいね。怖い。怖っ。いけ。言ってんだ。やって。で、うち結構怖い。え、笑ってるよ、口。口笑ってる。ふてくされてる感じだよ。本当に性格悪いやつ。なんか笑ってんな。鼻低いやつ。怖くない。違うよね、怖いね。じゃあ、作り笑顔。笑顔すぎてもダメね、じゃあ。作り笑顔が重すぎて、ちゃんとした笑顔に見えるってのも。あ、作り笑顔だなっていうの分かる程度。あ、でも、いいんじゃん。いいと思う。なんか撮っとこう。うち、しゃくれとる。おかしいわ。やばい、天才かも。天才だ。気まずいな、なんか気まずいな。気まずそうだな、なんか。薄笑いがうまい、うまいこと。あ、うまいな。嘘笑いってことやんな、うん、嘘ってわかるかどうかぐらい。いや、もう絶対爆笑に見せないからね。あー、そうなの。めっちゃ下手やったな。めちゃくちゃ下手やった。うわっ。え、うまい。うまいね。嫌なんだけど、なんかうちらといる時のお母ちゃんなんだけどね。いや、ちゃうやろ。絶対ちゃうやろ。勝手にやるよって言って疑われる。チラ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 。いいぞ。OK。 うますぎるな。確かに。お母ちゃんは2022年の抱負は？2022年、はい、ミニマリストになっていく。おお。なんで、なんで、それはなんで？カモの長命っていう日本最古のミニマリストっておんねんけど、うん、なんかその人のあの方丈記ってあるんだけど、その枕草子とあのつれづれ草、もう三つ三大随筆って言われてる中の方丈寝とんな、寝とんなお前、大船寝んな人の方で、人の夫婦で、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 あとはもう仲良く仲良くするっていう、うん、誰と、お二人と、うん、豊富なのそれは。いや、抱負というか、まあなんかミニマリストって言った時の反応がもう微妙すぎて終わりついてるから。ああああああ、びっくりした。何やねん。お母ちゃんより先にちゃう。遅くない？何でも遅くない？わざとちゃう。わざとなわけないやろ。わざとなわけないやろ。かわいい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 。どこ見てんの、ここ見てんの、なんかついてる、唇乾燥してて、僕が人はどうなのって見てる。どういう構造だな。怖っ。人はどういう構造。今気にならないよ。ずっとさ、ここら辺見られてるからさ。やだやだよね。見ないで、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 鼻つついてるみたいな。何やねん、何やお前。ね、
新しいだるま新しいだるまさんが転んだ見られたら負けね、うん、岡田さんが転んだ岡田さんが転んだ今日は楽しかったね、嬉しい、ね、嬉しいね、まあ、ほんまに楽しかったな、今日はな、お寿司も美味しかったし、美味しかったしね、な全然ちゃんとできない。そう、会話してる方も止まってるから。こっちも変われたら会話しなきゃいけない。あ、鬼やりたい、一番やりたい。鬼やりたい。鬼。いや、今日も頑張らない。うん。マジで何だからね。うん、今日一日そうそう。支え合っていこう。行こう行こう。お母ちゃん、もう、そのままなんか。え、何がそのままちゃう。ちっちゃい変な顔してたわ。違う。変な顔のまんまだった。え、動かなかったのこれ。いや、違うよ。血が見た。血が見た。血が見た。掘り打ちで何もできない。ごめんね、あんたのやつで笑ってんじゃん。だからさ、ずっとさ、トヨタ自動車持ってもらったな。ミシンの会社ってトヨタミシン、そっから車になって、すごいね、やっぱ精密機器になってるな。見てた見てた見てる中で何がいもう一回やめて。あ、そうなんだ。うちよく知ってるよね、そういうこととかさ、会社の設立とかね。設立結構面白いよね。うん、面白いじゃない。結構あれだよね。豆知識だ。豆知識結構あるもん。あるもんね。ほんまや。豆知識ね、ほんま。イソグラボンすごいもんね。大豆ね。そう。イソグラボンがやっぱ大豆はすごいね。すごいね。そう、タンパク質と。タンパク質。イソグラボンっていうのが、その素材、あれ素材。素材、素材。うん。豆の別元の、わかんないけど。大豆とスプラム、ね、そうね、ほんまにね、ダメ、会話できてないから負け。あ、無理はい、無理。これ真ん中楽しい、全部な、ほんまにな、今年なねえ、でも忙しかったもんね。じゃあちゃんとテーマ決めて、その、あ、あ、ほんまそうなはなし、ね、ちゃんと会話じゃなきゃダメ。本とか読む？本はね、うち読まないんじゃない。読まないか。いや、お母ちゃん結構読まない。ねえ、読まないよ、お母ちゃん。もう一回ね。あ、ね、読みたいと思ってる。まあ時間、そうそうそう、でも山口秀とかな。山口秀読んでるよね。山口秀じゃなくて、最近読んだのは店長がバカすぎるってやつ。ええ、知らない。知らないよ。知らないわ。知らない。結構良かったよ。今本当、確かに店長がバカすぎるんや。あ、見てない。あ、見てない。このお父さんに見えてる。もうええで。何やねん、急に。